まひる。え、あれ、俺、さっきまで家で寝てたよな。ここ、どこだ。なんか、見たことがあるような、ないような。仕方ない。そこら辺で誰かに聞いてみよう。っていうか、この像、ブラドのおっちゃんにそっくりだな。ん？ブラドって、誰だっけ？アハハバとか全然怖くねえし、ゾンビとかヘッドショットで一撃出せればよ、ハザード全部クリアしてるし、でもできれば何も出ないでください、お願いします。で、でっかい屋敷だな。ここの人に、ちょっと尋ねてみよう。ごめんください。まひる。まひる、起きて、朝だよ。ソル。おはよう。よかった、起きた。何度も起こしてたのに、全然起きないから。なんか変な夢見てた。どんな夢？それが、起きたら忘れた。そっか。朝ごはん食べたら元気出るよ。そうだな。あれ、まひる、もう食べないのか？なんか気分が悪いんだ。顔色も良くないし、風邪かな？学校を休むかい？いや、学校は行く。それまでちょっと寝てる。まひるお兄ちゃん、大丈夫かな？まひるが後でお腹空いた時用に、クッキーでも持ってくよ。早く元気になるといいね。それじゃあ、行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。今日の太陽、めちゃくちゃ眩しい。まひる。まひるお兄ちゃん、大丈夫。まひるくん、大丈夫かしら？今、りっくんが様子を見てくれてる。あ、りくしくん、まひるくんの様子、どうだった？ぐっすり寝てたよ。お昼まで寝かせて、良くならないようだったら病院に。ああ、よく寝た。変な夢見たから、寝不足だったかな。学校休んじゃったし、陸士やみんなに心配かけただろうな。っていうか、すっごい喉、乾いた。心配かけてごめん。具合良くなったよ。昨夜、変な夢見ちゃったから、寝不足だったんだと思う。ソルとユズは、学校行ったかな？そうそう、陸士、喉渇いたから、何かドリンク作ってくれよ。っていうか、俺の顔に、なんかついてる。こんにちは、うつ主の方のナガルです。しばらく、このメガネ男子の本編はお休みをいただいておりました。
お待ちいただいていた方には、申し訳ございませんでした。初めてスランプになったというか、メガネの主人公のナガルさんが自分探しの旅に出て、私の脳内からいなくなっていたため、いつも勝手に頭の中で喋ってることを、動画にする作り方をしているので、主人公不在ではどうにもできない状態になっていたのですが、最近ふっと戻ってきてくれたため、やっと再会することができました。とは言っても、動画投稿をお休みしていたわけではなく、エイリアン兄弟の動画を作られている串間さんと一緒に、男子高校生がのんびり生活してる動画を作ったり、男子高校生が挨拶している動画を作ったり、幼児実装のお祝い動画を作ったりしていました。よろしければ、そちらも見ていただけると嬉しいです。今後は、また自分のペースですが、更新していきますので、残りパート数も少なくなってきましたが、お付き合いいただければ幸いです。さて、ご挨拶はこのくらいにさせていただいて、冒頭の茶番から遡ること2日前の、まひるくんの様子を見てみましょう。どうやら、朝ごはんを食べ終わったところのようです。あれ、でも首筋に何か。まひるくん、なんてハレンチな。うぷ主、そんな子に育てた覚えはあります。っていうか、ご飯を食べたばかりだというのに、謎の空腹感を感じているようです。どうやら、首筋の傷跡とこの空腹感が、冒頭の茶番で、まひるくんが変化していた原因のようです。でも、学校に行く前に食器は片付けておいてもらいましょう。おや、まひるくんに誰かから電話が。ブラディスラウス、ストラウドさん。新たなヴァンパイアよ、我が身に流れる MC ブラッドが、そなたのヴァンパイアとしての目覚めを感知した。ヴァンパイアになりきるには、あと数日はかかるだろう。だが恐れることはない、めくるめく闇の世界がそなたを待っている。ヴァンパイアの使徒さんから、まさかの直接のお電話。だと。っていうか、まひるも。ヴァンパイアになるには、数日かかるんですね。って壮大なネタバレに対して冷静すぎやろ、わら。というわけで、まひるはヴァンパイアの秘密を発見したようです。あと数日のうちに、ヴァンパイアになってしまうようです。そういえば、シティリビングで歌スキルが追加されたので、月さんに歌を頑張ってもらおうと思います。歌詞を作ったりすることもできるようで。って、うん。知ってた。きっとそのうち、綺麗な歌声を聞かせてくれるようになるでしょう。あ、まひるくんも、学校行ってらっしゃい。今日は、ナガルさんはいつも通り執筆をしてくれています。リクシ君は、家のゴミを集めて、捨ててくれているんですが、その前に、自主的に絵画をして、傑作を描いてくれていました。4135シムオリオンはありがたいですね。今日は、リクシ君は十分稼いでくれたので、バスケットボールをしてみてもらおうかな。わあ、すごいけど、激しいダンクでゴールが割れた。あ、治った。このかっこよさは、後でゆずちゃんにも見せてあげたいなぁ。あ、外した。そうそう、本日の請求書は、5746シムオリオンでした。一日の稼ぎで1週間分は賄えるので、そろそろ、最終目標の豪邸を建てる準備をしようと思います。
さて、子供たちが帰ってきたので、みんなでコメディ&ジョークフェスティバルにやってきました。お祭りでも、まず宿題を始める高校生組。あ、ゆずちゃんはもうお家で真っ先に宿題を済ませていました。まひるくんも、別のテーブルに宿題を置いていたので、済ませておいてもらいます。バーカウンターで炎を浴びながら宿題をしていたら、りくしくんが横に座ってくれました。久しぶりに兄弟が会話しているのを見ると、和みます。そういえば、ゆずちゃんは、さすがゆずちゃん、ゴミ箱の中から、ボイドクリッターのブースターパックを見つけました。でも、バッキーから、帰ったらすぐお風呂に入ろうね。お祭りの花火を見たら、今日は帰りましょう。翌日です。今日も、月さんには歌を頑張ってもらって、長留さんにはガーデニングを頑張ってもらっています。今、所持金が40万近くあるんですが、稼ぎのほとんどが、ガーデニングで育てた植物を売ったお金です。でも、豪邸を建てて引っ越したら、ガーデニングは少なめにして、別のお仕事でもしてもらおうかな。リクシ君のボクシングも、かなりかっこよくなってきました。指示しなくても、結構トレーニングをしてくれているので、フィットネススキルがマックスになるのももう少しかな。左下の、まひる君の様子ですが、だんだんと人間性を失っているようです。まひる君は食べるのは割と好きなので、何を食べても満たされない、というのは、辛いだろうなぁ。あ、そろそろ子供たちが帰ってきそうです。帰ってきたら、楽しさの下がっている、まひる君とソル君に、バスケットでもしてもらいましょう。あ、帰ってきた。早速、バスケットボールを。あ、今のは、まひるくんの様子が。とうとう、まひるくんが、ヴァンパイア化してしまったようです。え、誰？これはちょっと、さすがに見た目をいじらせてもらいますね。と、その前に、ヴァンパイアパワーを習得してもらいましょう。最初に習得してもらうのは、コウモリ形態、です。移動がすごく便利になる、というのと、コウモリに変身とか、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか、と思っていたので、真っ先に覚えてもらうことにしました。あ、ダメだ、まひるくんが燃えてる。太陽の下にいると、ヴァンパイアは燃えて死んでしまうので、すぐにお家の中に入ってもらいましょう。これで大丈夫かな？そうそう、まひるくんのヴァンパイア形態ですが、
茶番と同じ感じにしました。肌の色は不健康そうな感じにして、目は光る獣の目に。眉間や頬には、血管が浮き出ています。でも、それだけだと、普段から目つきが悪くて色白なマヒルくんの通常形態と見分けがつきにくいので、腰と腕に、ヴァンパイアの印っぽく、タプーを入れました。これで、マヒルくんは、その名前に反して、夜の男、になってしまいました。あ、裸をいつまでも晒すな、と本人からクレームが。夜の男になったマヒルくんですが、今後ともよろしくお願いします。マヒルくんには、パソコンから、ヴァンパイアの情報を検索しておいてもらいます。ヴァンパイアの書を買って、ヴァンパイア学の勉強をしたり、ヴァンパイアとして生きるための能力を身につけていきます。ヴァンパイアの渇きを癒すためには、シムの血を飲むか、ブラッドパックなどを飲む必要があります。マヒルくんの性格を考えると、できるだけ人の血を吸うのではなく、ブラッドパックなどで賄おうかと思います。それでは、今回はこの辺りで終わりにします。次回もまた、のんびりお待ちいただければ幸いです。ご視聴ありがとうございました。マヒル。うん？何？ヴァンパイアってさ、血を飲まないとダメなんだよね。僕の血、吸っちゃってもいいよ。僕、エイリアンだからこう見えて体力あるし、毎日でも平気だよ。5人目。ええ。リクシも、ナガルも、スキさんも、ユズも、みんな、ソルと同じこと、言ってきた。ありがとうな。そっか。ごめんね、みんな同じで、なんだかちょっと嬉しい。ふふ。でも、もう一緒に、太陽の下には行けないの。能力を取得すれば、大丈夫になるらしいよ。そっか。よかった。まあ、もし、ずっと太陽が見られなくても、ソルがいるしな。うん、なんか言った？なんでもねえよ。あ、でも、本当に僕の血ならいくらでも吸っていいからね。エイリアンなら、いくら血を吸っても、チートを使わない限り、ヴァンパイアにならないから、安心だよ。寝たい。えへへ。